榎田坊駅堂です。東京から出戻った店主、俺はこれで結構環境問題とか考えてるのよ。榎田洋次郎が扱う品はゴミ以外何でも恋が心情さ。なんかすげえことが起きる予兆。榎田さんできましたよ。週末旦那とプール行ったんですよ。エキストラ200人までなら1人でさばきます。夫婦仲良く食べるのよ。じゃんけんぽん。よっしゃ。本当だ、つるっとしてる。ほらホルモン出てる。女も男も終わったと思った瞬間終わるのよ。最近私ね、モールス信号に感じちゃうの。中にいますよね、榎田洋次郎。いいっつってんだろ。自分で自分をだましだまし一緒に暮らしてるのに言えなかった。会社辞めたとは。このままじゃダメだってことだけはわかるっつうか、急に終わるのと続くのとどっちも怖えよな人生って。